はい、どうも、ふとぶらいです。ポケモンソード、第2話、前編、後編でやっていきますので、第前編ですね。やっていきましょう。前回、ポケモン図鑑は、手に入れたところから始めております。それにおいて、ブラッシータウンを探索しましょう。よー、ポケモントレーラーか。呼び止めといて悪いね。今、ポケモン研究所から出てきただろう？ということはだ、ポケモン図鑑をもらったんで、できねえな。いいものあげるの趣味なんだ。気づくせるようになった。もうちょっとまともになものを欲しかったんですけど、まあいいな。まあ、傷薬くれたおじさんのことは放っておいて。一応、まあ、ポケモンセンターに行ってみましょうということで、ポケモンセンターに行きます。あ、ホップ君いた。ソニアからポケモン図鑑もらっただろ？これが最新作のポケモンセンターですね。はい。詳しいよ、はい。2万ドルで集合だぞって言って、はい、退避します。あ、そうだ。この動画の目的なんですけれども、バトルタワーでジャッジをもらうところ、ジャッジ機能をもらうところまでで1部。それからダウンロードコンテンツで2部、3部と。いう3部構成でいこうかなと思っております。で、基本的に前編後編でいきます。というのもですね、僕は初心者なもんなんでね。あ、間違えてた。要は、ジムラリーみたいなもんですよ。スタンプラリーみたいなもんです。はい。簡単に言うと。で、2部構成でいこうと思って、2話構成ですね。失礼しました。2話構成でいこうかなと思ってますので、そこは長い目で見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、なんだこの人。近く遠くに見える屋根の紫の家がポケモン博士のマリサと。ポケモン博士、今回ね、主人公の街にないんです。まあ、知ってた、ちょっと遠いんですけどね。あ、なんだ。はい、ヤクザ村い。ポケモン使い方、あ、お前、俺知ってるんだ。さっき捕まえたからね。あ、20個手に入った。あ、そんなもらったっけ。まあ、4000円相当なんですけど。はい。届かせるぞ。まあ、ここである程度捕まえておくのもいいんですけど、2番道路だとね、なんかいいの捕まられたかったなぁ。多分ね、サッチムシかなぁ。あ、方法ですね。金銀が最初ですね。はい。方法、飛行タイプ、飛行ノーマルで優秀といえば優秀なんですよ。優秀といえば優秀なんですけれども、捕まえてもなぁ。はい。勝負逃げます。あーま、ちょっとはもう、ここからはいいんだよ。あー、くすねか。まあ、捕まえときますか。あとあと、ちょっと多分戦力からは速攻外れると思うんで。まあ、捕まえておくだけ捕まえておきましょう。飛行フル攻撃。あー、攻撃が下がる。やめて。あ、防御だ。間違えちゃった。攻撃が下がるのはね、鳴き声ですね。はい。防御を避けていくスタイル。クスネを捕まえて、まあ大丈夫でしょう。 OK、 クスネを捕まえたぞ。捕まえて何になるかって言われたら、まあ、何もな、まあ戦力にはなります。
締め付ける覚えた。締め付けるはまあ2ターンから5ターンの間ずっと締め付けることができて、相手を逃がすことはないんですけれども、逃がすこともしたり、あとポケモン交代することもできないんで、いいと言えばいいんですけど、傷薬使っておくか。あ、そうそう、僕ツインパックを買いまして、これヨーギラスなんですよ、手に入るのが。ヨーギラスというのは基本あのシールドでしか手に入らないんですけれども、まあ今いろんな交換方法あるから、まあ手に入る。あ、来た来た、短パン小僧。やっぱり絶対戦うのは短パン小僧なんですよ。最初に行きましょう。ホップ以外で最初の対戦ですね。高い目があったら勝負するのがマナーだよ。マナーでいいのかな。ゲンが勝負を仕掛けてきた。これシャツが欲しがりすなんですね。しかも1体だけなんだ。あえてここでメッソンを引っ込めて、キツネを出します。まあこれでレベルを平均的にするっていうのもありなんで、プロただし、自分の手持ちのポケモンの数かける分攻撃できます。その分威力低いですけどね。先行石火は必ず先行取れます。はい、ダメージ低いんですけど、尻尾振る、早い手だと尻尾振るしか出てこないな。でここである程度もういいかなと思ったところで、ポケモンチェンジ、ここからにします。はい、緊張感。はい、上下下がって、で、突き上がると何だっけこれ。あ、自分の能力が上がってればよく上がるんだ。まあ下がってるんでスプレーです。はい、あー、フィニッシュにならない。フィニッシュにはならなかった、ならなかったけど、もう一発で仕留められる。よし、行こう。 OK、 フィニッシュ。相手を面白いやつは倒れた。レベル6まで上がった、うん、レベル20ぐらいまでに投げておけば後々ね、いいので。お得な掲示板。よし、そして収録時間は僕午後9時なんですけれども、明るいです。ポケモンはね、このシリーズに関して、はい、終盤、僕の中では終盤でまで使えるいいやつだなと思ったのがありました。はいはい、犬ヌワンです。はい、ワンパチですね。さっき言えなかったんですけれども、リアル時間になるにはですね、一回エンディングを見ないとダメなんです。その後であれば、時間がリアルタイムになって、しばらくはね、投稿時間とか収録時間とか、と全然開きがあるので、そこは気をつけてみます。あー、やばい！ポップスリスリはやばい！麻痺しちゃった。ポップスリスリは威力が20なんですけど、100で麻痺されるんです。るかな。よし、オッケー。多分ね、特性はね、静電、いやーどうだろうな、
性は頑丈枠で割ってほしい。さあ特性はどっちかな、頑丈枠かな。あ、玉拾いだ。あ、これはね、これはありがたいかもしれない。道具を持っていない場合、1回目を投げて失敗したモンスターボールを投げて釣ってくると、これはね、おー、嬉しいかもしれないな。とりあえず、巻き直し、水の巻きを取らして後に、傷薬を使って体力をみんな回復して、あこのワンパチを先ほど手にした戦闘に入れて、カムカメですね。カムカメ？カムカメが多分正しいイントネーション。ほっぺスリスリ。あ、素早さが早い。優勝に当たっちゃうからダメなんだよ。そう、ほっぺスリスリは本当に優秀。威力低いけど必ず麻痺状況にできるんで、しかもそれすれば素早さも落ちるので、こちらが先行を取れます。吸収に当たって、しかも相手は、あー、受ける、あー、大丈夫、捕まえられる、大丈夫、捕まえられる。大丈夫、イエス、オッケー。でカムカムを捕まえて、5匹目ですね、こちら。で、とりあえず、麻痺直しを使ってカムカムを直して、傷薬を使ってワンパチと、カムカムの体力を待つ。あとメッソンだね。メッソンだね。メッソンの体力を、回復したら、中いる。ミニスカートだ。可愛いと強いは同時に成立します。本当かな。まあ、両方とも作れるって意味あるけどね。はい。ミニスカートもできましょう。追っかけてきた。さあ、今日のパチと。行っておいで。ほっぺスリスリで必ず、あー、やっぱ素早さ早い、向こうの方が。そうで必ず麻痺をして、なおかつこのレベル差だったら素早さこっちの方が速くなるでしょう。ほっぺスリスリを使って麻痺状態を続ける、麻痺状態はそのままだけど、まあ相手の素早さを落とさせるっていうのも、しかもなおかつ麻痺状態だったらしびれて動けなくなる。3割です。ああ、ダメでしたね。で、 OK。 オレナさんはね、なんとか無敗でいきたいなと思います。はい、私たち可愛いだけ、強さはまだまだ見たいね。まあ、あ、うわー、いるいる、あんなところにすげえなんかやる気満々な男の子がいる。先発をここからにしよう。ホップ君には勝てなかったが君には勝てそうだ。おーおーおー、いい度胸じゃねえか。うん、レベルの差を見せてやろう。シャンパン小僧のサンタが勝負をつけてきた。勝ち虫。あ、レベルの相性、レベルじゃねえな、相性の差を見せたい。勝ち虫、虫タイプですね。はい、つくです。悪徳残ですよ。残じゃねえけど、爪研ぎ、素早さが上がるのかな。エクスネ触れそうとしている。変えるでしょう。メッソン、戻れ。
水鉄砲でしょ、まずは。あーそうだ、電光石火を覚えてたら忘れてたよ。持ってんじゃん、自分。電光石火は自分が必ず先行を取ることができます。レベル差関係なしです。ただし素早さが、あ、レベルが一緒の場合は素早さが優先されます。下がった。まあ、硬くていいんですけど。はい、お疲れ様でした。ね、ポケモントレーナーは負けて強くなるのです。さあ、ここで。着いた。ほら、博士だぞ。そんなわらわな謎ばかりですよ。孫が引き継いでくれればそんな風に考えていましたが、これが今回の博士枠ですね。おやおや、ごめんなさいね、お客様に気づかないだなんて。はい、マグノリア博士ですね。シリーズの中で女性の博士っていうのは多分あれかな、ポケットモンスターの中だとブラックホワイト以来になるのかな、多分。ダイマックスね。はい、先ほど言ってましたダイマックスですね。ポケモンが大きくなっちゃうんですね。え、でかくなっちゃったってやつです。はい、このポーズよ。で、回復してくれます。ルビカンテみたいな人ですね。全力でかかってこい。ということで一旦前半は、ここで切ります。そこで後半はね、ホップとのバトルからよろしくお願いします。